日本埼玉県上尾市上上は埼玉県上尾市の大技。市の統計などでは上平地区で分類されている。郵便番号は362-0001。埼玉県東部で上尾市北部の大宮大地上で上尾市の最北端に位置する。地内を芝川やその支流が南北に流下するが流東部付近でもあり、周辺との起伏は少なく緩やかである。 白子場と団地付近の芝川や芝川の支流である上里としげ水路が暗郷で流れる。地区の東側を菅谷や南と隣接し、南側を西門前や久保と隣接する。また、西側から北側にかけては、桶川市であり新名、東、末広、坂田あずま、坂田倉田、小針両家と隣接する。上平東小学校の西側に大阿佐状の 小さな飛び地が2カ所存在する。また、入会地由来の上吉川周辺大技の大小、多くの飛び地が地内にある。桶川市との境界は、当時の高地所有者の関係で複雑に作装し、一部で地盤整理はされたものの、未だ複雑に入り組んだ境界線を描いている。地区の西部を南北に大宮バイパスや高野ス、桶川埼玉線が通る。市街各域内は、 主に第2種低層住居専用地域で占められるが、一部は第2種低層住居専用地域や第1種住居地域となっている。また、白子場と団地などは第1種住居地域で、県道沿いは第1種中高層住居専用地域や第2種住居地域で、国道沿いは純工業地域である。地域によっては、高崎線の桶川駅に近いため、 早くから宅地化が進められ、上尾第一団地などが造成され、住宅地となっているが、幹線道路から離れるほど農地の割合が多くなり、地区の北東部は市街化調整区域である。その地味地区に北側の防風林を兼ねた雑木林も相まって、三富神殿のような路村の景観も見られる。また、市街化調整区域内であっても、北部の市境付近には、 青葉台団地や三木団地と称される一戸建ての住宅が立ち並ぶ住宅団地がある。地内の上尾小飛吹を地へ付近に長老館と称される館跡があり、堀の遺構が発掘されている。また、集落跡である城・宮下遺跡や丸の遺跡などもあり、土器片が発掘されている。住宅地の地下は2019年の工事地下によれば、 大和城上座定城1658番4の地点で10万6千円平方メートル、大和城上座町屋102番16の地点で10万1000円平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した武蔵国に足立群大谷領に属する上村、古くは桶川里のうちにあり、桶川宿、久保村、門前村、南村と共に一つの豪村であったと言われている。 飛び地が、久保村及び門前村に存在した。村高は、昭法年間の、武蔵国伝園坊では304国余り、玄禄豪町では559国余り、天保豪町では536国余りであった。火星期の個数は100件余りで、村の規模は、東西28町、南北18町であった。江戸後期から明治諸島にかけては、武州紅花と称される。 全国屈指の紅花の産地であった。地名は、桶川塾の北に位置することによる。1875年の農業産物港は、武蔵国郡村市によると、米150.8国、大麦696国、小麦150国、大豆80国、栗100国、干渉50万金であった。この地域は、地理的に桶川塾に近く、 同じ紅花の産地であるなど古くから桶川との関係が深かった。そのため桶川町に編入を希望する住民が多く、桶川派の住民が桶川合併規制同盟を結成して、桶川町に編入を希望する合併運動や分村合併運動を展開した。揚げ尾派の住民も分村反対委員と称して桶川合併区民の切り崩し工作を展開した。 県の町村合併促進審議会の実情調査後、桶川町への編入の勧告を領庁に言ったが、将来桶川の合併を想定していることを理由として、揚げお町がその勧告を拒否するなど同地区で話がまとまらなかっため、知事は1956年1月28日に町村合併促進法の規定に基づき辞定、長老、 他に通地区の桶川町への編入の是非を問う住民投票を上尾町選挙管理委員会に請求同年2月27日に関係地域に居住する有権者を対象とした住民投票が実施され有権者数148人に対し投票は146票で有効投票数144票であった結果は桶川町編入賛成72票 反対72票と同数で、返入の条件である賛成が3分の2を上回らなかったため、桶川町への返入は、秘訣、同地区は、上尾町に留まる決定をなした。当規模上は、今もなお存在する小技を含む、2019年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 地区内に鉄道は付設されていない。高崎線桶川駅が最寄り駅となっているが、大和座上技定六1658番4の地点よりおよそ960メートル離れている。麻生町や102番16など地域によっては、北揚尾駅が最寄り駅の場合もある。桶川駅から内宿駅方面などへの路線バスが運行されている。地区内には、日の宮倉毛、 ミノ木公民間に指定留所が設置されている。立山院イン本堂国道17号及び旧中仙道沿線を中心に商業施設が多数立地する。ありがとうございます。